村長ミュージックスタジオ。はい、皆さんこんにちは、村長です。今ね、ちょっとホームページなんかもいろいろ作り直したりして、頑張ってる村長ですが、今日はちょっと新しい情報があったので、早速ソフトを購入してみました。 XTRAXステムス2というねソフトなんですが、このソフト、2ミックスしたいわゆるまあ出来上がった音源からですね、もうボーカルとそしてドラムとそしてその他の楽器という、3つのトラックに、分かれます。これはあの DAW の VST とかじゃなくてですね、これはまあ、単体のアプリケーションとして動きます。WAV ファイルなんかを、ドラッグするとですね、分析が始まりまして、結構時間はかかります。10分ぐらいこういろいろ考えてですね、ボーカルを取り出しましたみたいなメッセージが出てきて、今画面に映っているような状態になります。これ今どれも何も触っていない状態のものをですね、今こうデフォルトとしてやっております。ここでですね、こう選ぶとモードがちょうどここ中心にこうなってるんですが、これでちょっと音を鳴らしてみます。今日お借りする音源はですね、メジャーシーンも経験してきました亀岡俊之さんのファーストアルバムの歩みという曲です。明日が見えなくてそこ知れぬほどに人が怖くて何を希望に。はい、こんな音楽なんですけれども、もう分析が終わっておりますので、ここをですね、ドラムトラックというのにするとですね、ここがこう、なんかグラフのようなもので、右がドラム、左が、まあ、その他の音楽、上がボーカル。今この赤い点がですね、ドラム寄りにこう自動的に行って、そしてドラムがソロモードになりました。これでですね、聞いてみます。はい、今ドラムがないところですから、ちゃんとですね、他の音楽はと分かれているというのがはっきり分かりますよね。はい、そして、はい、ここからまあちょっと入ってきますね。はい、ハイハットとかそしてちょっとした音が入ってきます。そしてもうちょっとドラムのあるところですね。はい、そしてまずはまあ微妙な詳細もできるんですが、まずは分けてみましょう。じゃあ今度はバッキングトラック。はい、ドラムのバスドラとかはほとんど消えてますよね。そしてじゃあ今度はボーカルです。本当に絶望したとしても何もなかったごと時は過ぎてゆく。そしてまあ見ていただいた通り、まあこれじゃ70点ぐらいなんですが、最高の仕上がりというのは約やっぱり90点ぐらいまで持っていきたいですよね。もちろん他のエフェクターと組み合わすということもできますけれども、まあこの赤い点を動かしたらですね、
ぞ、さこの道はお前にしかあるけないのだから、ドラムの方で、ちょっともうちょっと作ってみますね。はい、じゃあ今度は音楽。ここでほとんど歌が消えてること、僕はこれを評価したいなと思ってるんですね。購入してみて、まあ、100点は無理というのは初めからね、もう分かってたんですが、このバッキングにボーカルがほぼ入ってこないと、こういう風になると何がいいかと言いましたら、今は僕は主にスタジオワンを使ってるんですけれども、ここからコードを開い出ししたりすることとかですね、また、楽器の方から、MIDI のデータを取ったりとか、いろいろこの頃 DAW の機能が上がってきてですね、そして例えばドラムのサンプリングに、使ってもっとですね、変わったドラムに入れ替えるとかですね、可能性というのはまだまだありそうに思うんですね。そして、100点じゃないということはあるんですけれども、僕はこの中からいろんな使い道をですね考えて、やってみたいなと、まあ、考えてる次第です。歩いているのだから、ボーカル切りますね。まだちょっと薄く残ってますが、はい、最新の技術ですね、僕は DTM を研究しているからにはですね、予算も1万円程度で、買えるソフトですので、大きな期待はしていなかったものの、またこの費用でここまでの技術っていうのが出てくると、いろんなプラグインとかをこれを DAW の方に戻してですね、やってみるということも挑戦すれば、まだまだ可能性は広がるんではないかなと、そんなふうに思う今日この頃です。ご清聴ありがとうございました。村長でした。